市活田中ホールディングスは新型コロナウイルスの感染拡大を受けて今月2日から昨日まで全国およそ110の直営店で営業を取りやめていました休業中に検討を進めた結果路面店で換気が十分に行えるなど感染を拡大させずに営業可能な73の直営店について今日から順次営業を再開します繁華街の中心にあるなど条件を満たさない41店舗は引き続き休業します 営業再開の店舗では営業時間を午後8時までとするほかテイクアウトなどに力を入れる方針です。